よちょよ、ライジョンです。そこで今日もやっていくんですけど、今日はね、20勝チャレンジがね、今週末に来るということ、今週末かわかんない。もう最近ね、来るんですよ。20勝チャレンジが。なんで、それに向けてね、おすすめのデッキを、5つ紹介したいと思います。でそのうちの、俺の中でのベストアンサーみたいな、まあ、今一番強いかなと思われる、カードとかをね、紹介したいかなと思います。あとは、5000、5個選ぶんですけど、あとこんなデッキがたまにあるよっていうテンプレ紹介もね、3つぐらいしたいと思います。ということでね、まあこれを見るだけで、多少なりとも、なんだろう、相手のカード1、2枚見て、今までデッキをしてなかったけど、俺が今、この言ったデッキで、あ、待って、今回なんだ、あ、はいはい、あのデッキに入ってるやつねってなってもらえれば嬉しいですね。ということで、まず1個目、オーブンロイドですね。まあこれは見た方だと思いますね。本当にバランスが取れてて、強いデッキなんですけど、ラバクローンにね、ちょっと弱いんですよね。で、これラバに弱くて、このデッキね、結構。なんで、まあクローンが単純に呪文がライトニングっていうのもあって止まんないっていうのがあるんですけど、あとはホバーなんで、ライトニングがね、ちょっと打ちにくいっていうのがあるんですよね。だから、まあ、ラバクローンには弱いんですけど、まあね、それ以外には無難に立ち回れるって感じで、まあ、ペッカにももちろん5分、相性5分ですね。最初はロイジャイはペッカには弱いって言われてたんですけど、今はもう5分です。相性は5分。なんで、全然勝てるし、クロスがね、結構、まあ、流行るってほどではないと思うんですけど、一部のプレイヤーがね、ずっと細かい系を使ってる人とかが結構使うデッキが、やっぱな、細かい穴ポイだとかクロスがあると思うので、そこら辺ですね。まあ、しっかり勝っていける、細かい系にもちゃんと建物あるし強いし、大型、まあ、にもね、まあ、ラバーはちょっときついけど、ワンチャン勝てるっていう感じで、PS 次第では相性をひっくり返せるデッキなので、全然強いんでね、で使用率もほぼトップですね。2位ぐらいかな、2位か3位ぐらいですね、このデッキは。なんで、おすすめですということで、次行きましょう。これですね、ラバクローン、まあ、言わずと知れたラバクローンですね。もう今や、まあ、これ縦付け型もあれば、スキャミもあるんですけど、今スキャミを見たら9割型ラバクローンですって感じで、まあ、ランバーホバーって見たら、いやーってなんないでも、はい、ラバクローンね、はいはい、オッケーオッケーって感じですね。なんで、コウモリと雪玉とかを見てもちょっとラバクローン疑いつつ立ち回った方がいいですね。疑いつつ立ち回るってどういうことっていうのは、まあポイズンを手持ちに持って、まあ、立ち回るだとか、そうですね、もう簡単に、なんだろう、スケルトン部隊来るだろうから、えいっつって、ホグポイズンとかしないで、ちゃんと見てから行くようにしないと、ケスラバからのね、ホバリングクローに無双されるんで、そこら辺は気をつけた方がいいですね。ってことで、間違いなく、で、この、増えるだろうっていう理由は、もちろん、流行りすぎて今、メタられているっていうのがあるんですよ。メタりやすいんですけど、なんだろうな、本当に簡単なんですよね。強さの割には使うのが簡単で、極論相性が良ければケツラバしてランバーベビドラクローンで試合が終わっちゃう時だってあるんですよね。相手の手札が悪い時や、相性がめちゃくちゃいい時はその、ね、なるんで、そういう本当におすすめですね。使うデッキが決まってないとか、あと俺が5つ進めたデッキ全ていやなんかなーっていう時はこれを使うのは割とおすすめですかね。ですね。ということで、次行きましょう。次はですね、ロイジャイ遅延ですね。またロイジャイかよってなると思うんですけど、そうなんです、ロイジャイなんです。今遅延ロイジャイが流行っていて、オーブンロイジャイよりも下手したら多いんじゃないかなっていうのがあって、理由としてはまずラバクローン、ロイジャイではありながらも今のラバに勝てるんで、てか相性がいいので、そもそもそのトルネがあるだけでクローンね全部無効化できるんで、相手もトルネ打ってる時はちょっと持ってる時はクローン打てないなーってなって、で打てないし、こっちはクローン、トルネを持ってるだけでクローン打たれないっていう状況を作れるので、本当に今流行ってますね。グロイチーとかもね、バンバンなんかもうデッキが入れ替わってるんですけど、今このね、遅延ロイジャイ上手い人が使ってて、結構ね、影響されてデッキが増えてます。なのでまあラバクローンいるから遅延ロイじゃなくても遅延系が多少はね前よりはちょっと増えたかなと思いますね。なんで遅延ホグだとか遅延スキャラが結構ねあるんじゃないかなと思います。ってことで4つ目、まあペッカラムですね。ペッカラムで、これが今使用率1位で、勝率も1位ですかね。なんで、もう本当に今環境ぶっちぎりで1位のデッキなんですけど、ね、このデッキマジで強いです。ただちょっと弱点があって、バーバリアン系にちょっと弱い、ファイボじゃないんでね、ラム、あとラムがバーバリアンで完封されるっていう理由もあり、あとペッカもね、一応バーバリアンで抑えることができるので、バーバリアン系にちょっと弱いっていうのが一つと、あとはインフィナントタワーですね。
これ多分昨日のね動画でも言ったと思うんですけど、このラムって基本的にもザップじゃなくて雪玉なん でしかもここら辺もなんだろう、エレキしかね、インフィノタワーリセットできるカードがないんですよ。なんで、インフィノタワーアナポイとかね、ちゃんと考えて立ち回らないと、正直突破はできないので、まず、そこら辺のね、立ち回り、昨日は、僕がね、一番このデッキの中得意なのが、ペッカラムなので、昨日は、これを見れば、あなたも20勝できます、的なね、動画をね、ほんと使い方を1から10までね、丁寧に説明した動画を、昨日出したので、ね、そちらの方も気になる方はね、そちらの方見ていただければなと思います。ということでね、とりあえず迷ったらこれ使っときゃええみたいな感じですね。はい、次行きましょう。よいしょ。これは、ラム、もともとこの形がね、インドラで、俺が前とかケンツがね、使ってたマルチのデッキなんですけど、本当はこれですね。なんですけど、今インフィニタワー流行ってる理由は、この、今、ゆうやさん、日本人のゆうやさんっていう人が、今出来替えてるんですけど、この人めちゃくちゃうまくて、ドズルさんのね、千人大会とかもぶっちぎりで優勝してたんですけど、その人が使ってるデッキで、今やっぱ大型が多いっていうのもあって、大型メタになるですね。まずゴレとかラバにほぼ勝てる。で、ジャイプリもいるんですけど、もともとプリンスに相性結構不利なんですよ。なんですけど、インフィニタワーポーンって置いといて、そこからね、攻めちゃえばね、相手のカウンターで来たやつをインフィニタワー全部しばけるんで、インフィニタワーがあることによって結構ね、今の環境には逆に刺さってるんじゃないかなって感じですね。あとはクロスも、普通に防衛、クロスに対してインフィニタワー出すだけで防衛できるので、負けないですね。全然負けないです。なんで、とりあえず、こんな感じかな。多分、多いデッキはこれだと思いますね。個人的には。で、なんでみたいな思う人もいるんですよ。アナポイの、インフィニタワーアナポイだとか、あとはバーバリアンロイホグと、あと、まあ、今流行ってるのはもう一個クロスですかね。うん。があると思うんですけど、なんでそれは、このデッキのね、チョイスの中にないんですかって人もいると思うんですよ。なんですけど、個人的に思うのは、クロスってマジで難しいんですよね。まあ、俺が使ってなかったっていうのもあるんですけど、なんだろう。細かいのを使える人は、結構ね、やっぱ、なんだろう、クロスって使えるんですけど、使えない人は極端に使えないんですよ。で、俺は、使えないんですよね。全然使えないんです。本当に、テスラの、まず建物の位置も難しいし、クロス立てるタイミング、防衛クロス立てるタイミング、あとアイスピス系、アイゴレでの手札回しがね、非常に難しくて、俺はだからこうやって強いカードをぶっ詰めたデッキが得意なんですよね。こういうペッカランプとか。まあ分かりやすいですね。これはもういけるタイミングでいくっていう感じの、強い、もうただ強いカードだけをぶち込んだデッキですね。で、クロスとかアナポイとかって回転だとか、相手がこう来るから、まあそれはどのデッキでもあるけど、なのでちゃんと施設で手堅く守んなきゃいけないんですよ。これは、俺が使ってるデッキは500許容してもいいから2000与えればいいみたいな。まあ極論ですけど、まあ、500許容してもいいから1000与えればいいって感じなんですけど、クロスは違くて、もう0で守って500与えるみたいな。もうちゃんと守んなきゃいけないって、まあもちろん許容する場面はあるんですよ。場面はあるんですけど、基本的にはもう守って守って守ってみたいな感じなんでね、守りが上手い人が得意だと思うんですよね。うん。で、俺はもう本当攻め大好きなんで、クロスとか防衛ね、防衛テスラとか置くぐらいなら俺はもうラムで攻めたいみたいなタイプなんでね、こういうのが得意なんですけど、まあ小物が得意な人はね、もちろん、クロスもありだし、今流行っている、インフィニタワーアナポイも、呪文がライトニングじゃなければね、ほぼ結構今のデッキには有利取れるんじゃないかと思いますね。なんで、このペッカ、僕が、まあ、今ずっと使ってるので、たまにっていうかインフィニタワーに対する立ち回りを見つけたんですけど、それがわからない人、例えばですけど、まあ、ちょっとなんか言うの残ったからしまいになんかラームつなげちゃおうみたいな感じだと絶対にインフィニタワー突破できないんで、そういう人にはすごく有効ですね。なんで、おすすめです。結局、ペッカラもおすすめちゃった。なんですけど、なんで、あとは、バーバリアンロイホグですね。バーバリアンホバー、ザッピーが入っているロイホグがあるんですけど、それもね、ちょっと覚えておいたらいいかなと思いますね。うん。なんで、まあ、そこら辺のね、ファイボ枯渇デッキとかが、もう多少あると思うんですけど、ここに選ばれるほどは流行っていないので、まあ、たまにいるかなぐらいですね、本当に。なんで、バーバリアンを見たら、うわ、ロイホグかなーって。あとは、このラバクローンにもね、ランバーの枠がね、バーバリアンのやつもあるんで、ちょっとバーバリアンこれ、ラバクローンかなみたいな感じのもあると思います。なんでね、まあ、とりあえずデッキ5個、これですね。僕が流行ると思っているデッキ5個はこれです。
まあ、俺が使えるデッキっていうのもねちょっとあるんで、意見は多少なりとも偏っちゃってるかもしれないんですけど、もう俺は本当に強いデッキしか使わないので、僕が使ってるってことは間違いなく強いんですよ、このデッキは。でしかも、なんだろう、今シーズン使い始めたラバクローンだとか、まあ、チエンロイジャイもそうだし、このデッキとかもね、今シーズン使い始めた、前シーズン使い始めたってデッキがほとんどなんで、それでも使えるってことは、あの初心者の人がね使ってもある程度は使えるんですよね。ある程度使えて強いデッキってのをねやっぱここ紹介しました。あとは相手が使ってくるっていう意味でもあるので、こんなデッキ流行ってるんやなーって感じで、デッキをねなんとなく覚えてもらえれば、相手はね手札2枚見て、あこれやなってわかると思うんで、それも本当にデッキ把握することも大事なんでね。まあそんな感じですかね今日は。クラロはやっていかないんですけど、おすすめデッキですね。で俺が特別におすすめするのはこのデッキで、このデッキはね、昨日解説動画を出したんで、ね、気になる方はそちらを見ていただければなと思います。ということでね、20勝チャレンジ、ちょっと生放送とかもねやるみたいでね、僕も一応その参加する予定なので、ぜひそちらの方もね楽しみにしてもらえればなと思います。ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。